サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。どうも、カサニマロです。トイクニマロです。どうも、リケタントベントと、どうも、リケタントフキマトです。はい、ということで、本当に大変僭越ながらですね、私たちですね、トイクが700点超えておりますので、ね、うん、700点は超える勉強法ということでお話ししていきたいと思います。すっかに教育系 YouTuber で700超えてんかったらきついやろ。っていうのは正直ありますね。どうなんですかね、うん。めっちゃ超えてない人いると思いますけど、うん、まあ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 、まあ、まあ、英語解説してますからね。うん、そうだね。でもね、確かに。やっていきましょう。やっていきましょう。まず僕の意見です。リーディングよりもリスニングの方が対策しやすいでございます。リーディングはねマジでおもんないです、トイック、うん、なんでリスニングをやることによって、ああ俺聞き取れるようになったっていうね、達成感がね得やすいのでリスニングだと思います。まあリーディングは簡単に言ったら共通テストちょいムズバージョン、そうね、が英語のリーディングですね、うんうんうん、でリスニングはまあちょっとそんな別に難しくないけどな、そうね、うん、まあとにかくけど、うん、置いていかれたらやばいから、うんうんうん、とにかく一個一個に集中する。でも聞き取れへんかったらそれ捨てもんで次進めていくっていうのがいいかなと思います。そうですね。でその中でも一番言いたいのが、うん、アプリ入れてください、うん、トイックリスニングとか調べたらアプリなんか出てくるんで、うんうんうん、フィノトーは青い、トーイックって書いてるやつ、うんうんうん、公式のやつではないんですけども無料のやつ入れてて、はいはいはい、アプリで対策するだけでリスニング、フィノトーは今450ぐらい、うんうん、リスニングの方はあるんですけども、すごいな、そうそうそう、495点満点で450だから、うんうん、まあ、かなりいいんですけども、それはリスニングをアプリで対策したからやと思ってるんで、うんうんうん、しっかりねアプリでやってください、はい、あとリスニングのが伸びやすいです。確かにね、うん、じゃあ2番いっちゃいましょう。速度を変えてリスニング対策せよってことですね。もうリスニング重視なんでね、リスニングの話しますけど、 0.5 倍速とかでリスニングすることによって、なんかあ発音してないんやなっていうのがあるんですよ、うん、例えばインとかアットとかオンとかってうんうんうんみたいな感じなんですよ、うんうん、だからそういうのは、まあ、口の形が微妙に違うだけとか文脈で判断とか全然あるんで、これって速度を変えてリスニングすることによって気づけるところだと思うんですよね。でそういうので自分なりに、ああこういう単語はこういう発音するんやっていうのが分かってくるんで、そういうのをノートに書き留めながら共通点をあぶり出していけばリスニングできるようになるんで、速度を変えてリスニングっていうのはおすすめでございます。あとは結構リスニングって話者が変わるよね、トイックっていうのは結構6カ国の人ぐらいが喋ったりしてるから、うんうん、自分はこの人苦手やなとかいうのは押さえといて、うんうんうん、じゃあそこをね詰めていくとかいうのやったらリスニング、うん、点数もっと上がるかなっていうふうにね、まあ、思ったりはします。むずいな、オーストラリアとカナダはむずいんで、カナダむずかったね、うん、俺はね、そうね、うん、じゃあ3番、公式問題集しか勝たんってことで、勝たん、これはマジでそうだね、マジでそう、うん、もうどの問題集よりも公式問題集をやれと、うんうん、それ公式問題集だけやって僕770点取ったんで、まあ、公式問題集はできれば新しい一番最新版のやつがいいです、うんうんうん、けど L&R に変わってからのやつを変えたらやっぱもう一冊ぐらい持っといた方がいいかな、うんうん、でも昔のやつでもいいんですけども、やっぱちょっと傾向ちゃうかったりするんで、確かにね、うんうん、L&R のやつをまあ2冊ぐらい持っとく、まあ、メルカリでもいいですし、うんうん、安くて売ってるんでちょっと古いやつとかやったらね、そうですね、うん、買ってもらったら一番いいかなと思います、うん、で他のは例えば特急シリーズやったりとか、うんうんうん、なんかいろんな参考書あんねんけども、うんうん、それは別の動画で喋ってるんで、うん、ぜひね、はい、まあ、5番そのままですね、4番ですね、カサニマの動画を見てくださいということで、概要欄ね、はい、2個貼っときます、はい、参考書の動画、そして文法の動画で、もう1個多分あったと思うから、多分そうあったと思うから、3つぐらいあるんで、今までトイックの動画、はい、あげとくので、ぜひともねそちらの方をご覧ください、はい、で1個の動画の中ではトイック、満点985かな、あ受かったハーバードにも受かってる友達がいるんですけども、うん、その彼からのね、うん、トイックの勉強法もね、うん、聞いてきてるので、ぜひともねそちらもご覧ください、はい、じゃあね終わりましょ う、 しょう、バイバーイ。リゴガンゴとリゴガンゴ、ディディダンダン、言われてどんどん運命は大変になる。